前園さんが桑田くんに殺され、わあいたねあ、一瞬でなんか殺されちゃった。江ノ島さんがモノクマに殺され、そうよ、3人目桑田くんが処刑され、そうね、あーちーちゃん、ちーちゃんが大和田くんに殺され、その大和田くんもそうだね、バターになりで、一気に2人死んだ。そうね、石丸くんが山田くんに殺され、そして山田くんがセレスさんに殺され、そしてセレスさんはもちろんこれな、魔女狩りな。いやー8人死んだのか。そして今に至る。セレスさんの事件から一夜明けた朝の食堂、いやどうなってくんだろうな。さくらちゃんがクソ怪しいんだ、本当に。モノクマと肉弾戦しててさ、ずっと気になってたハラハラすんな。5人だけになっちゃったね、ここに集まるのも。最初にスタートした時の3分の1の人数だべ、うん、寂しくなって当然ね。キレギリさん、キレギリさんも何者なんだろうね、うん、隠し部屋の存在を知ってたりして、ちょっと彼女もなんか裏と繋がってそうだけど、それにしてもこれ昨日のあれは何だったんだ、意味がわからない。若見さんが黒幕の内通者、内通者にしては歯向かってたって感じだよね。だからそう、なんか弱みを握られてる、人質がなんとかとか言ってて、多分クマに人質を取られてて仕方がなく従ってる感じなのかな。さくらちゃんな、大義よ、どうかしたか。なんでもないんだ、みんなの前で聞くわけにいかないよな。でも敵な感じはしないけどね、内通はしてるかもしれないけど信じていい気がする。ほんとね。てか、逆らったり、変な行動しようもんなら、力でねじ伏せられそう。こっち、様子見でいこう。じゃあ、ぶっ倒れるまで食べよう。じゃあって、なんだべ。みんな怖い顔になってるよ。お腹減ってんじゃない？きっと、お腹いっぱいになれば元気になるよ。だから、食べようよ。ドナツと焼き魚、ぶっ倒れるまで食べようよ。緑がない。茶色い茶色い、あーすごい、金ピの弁当みたい、抹茶色、ディープインパクト系の世紀末的な組み合わせだべ茶色い、え、なんで、うちも朝の定番だよ。あードーナツと焼き魚ね。いや茶色、うちの事務所社長がご飯買ってくるの好きなんだけど、だいたい茶色い食べ物しか買ってこない思い出す、なんかカツ丼、なんだっけ、ハムカツ、あれコロッケ、あとなんか照り焼きチキン、あと味噌煮込み豚肉みたいマジ昨日行ったんだけど全部茶色かった。カレーなかった、あれは汁もんだから。だけど倒れるまでというわけには困るわね。この後みんなで探索しないといけないんだから。探索？なるほど。おうね、学級裁判の後の探索か。また行ける場所も広がっているはずだから。そうね。それに私たちにはアルタイゴだってある。この状況の全てが絶望ってわけでもないわ。ああね、そっか、一応あるのか、まだアルタイゴ無事だったんだよね前回。なるほどね。さあさあ、暗いことじゃなくて明るいことを考えようよ。ダメ、ここから助かった後のこととかな。リアルな話、俺ここから抜け出したら真面目に生まれ変わろうって思ってんだこれまでの20年間真面目に生きてなかったもうどんなこいつの20年間知りたいの。え、死亡フラグ確かに死亡フラグ、ここから抜け出した後の話をし始める男ね、大丈夫かな。死亡フラグバリバリのセリフだけど、大丈夫だ。
俺は死な。なぜならもう殺人は起きん。なんで生きれるんだ。ね、何を根拠に断言したの。ね、俺の占いによると、はあ、占いね。俺の占いで出た以上間違いないよ。本当かな。だってそんなこと言ったらね、自分が濡れ衣着せられることとか占えたべきで、前回もピンチに陥ることはなかったんじゃないか。大丈夫かなこれ。え、3割当たるの。3割当たるなら、え、信じない方が7割当たるじゃない。ということは7割の確率で殺人は起きるので、起きるんじゃないこれ。逆張り、そうそうそう。そういうことじゃない。賢くない。お主の占いは当たるのか。なってな。20% もしくは 30% の確率でぴったり的中。やっぱりじゃあ殺人は起こるんじゃないかこれ。うん。曖昧だし微妙だね。オカルト話じゃねえぞ。たまにしか当たれねえのは当然だべ。超能力者じゃねえんだ。オカルトは信じねえんだ。俺の占いはオカルトの類と一緒にすんなって。あ、まあ、占いはね当たらないよね。検品も20分5000円の占い一回行ったことあるけど。あなたは将来金融関係の仕事につき海外で働くでしょうって言われた。いやあ、無職です。はい。いやーびっくりですよね本当に。ダントツで違うべ。占いは占いだべ。キャトルミューティレーションなんかと一緒にすんな。キャッ、ん、何それ。それは都市伝説よ。宇宙人が牛なんかを連れ去って、調査目的に解剖しているといた類の、連れ去られちゃうやつか。なるほどね。あ、そう、本当私渋谷の占い館で占ったことあるんだけど、あなたは新卒ですぐに金融関係の海外支部に行くって言われた。あれあれ、ムラッシュは無職ですか。ムラッシュだって勤めてない。ムラッシュはお弁当もらうだけ。実際、うん、お弁当もらう場所。いや、都市伝説と言い切れるのかな。こんな話がある。俺の体験なんだべ。何何何。その日俺はハンバーガーを買いに行ったんだ。お、なるほど。その店は初めて入る店だったが、ビーフ 100% のパティが売り。あーね、肉厚なんだ。俺は早速バーガーをテイクアウトし、そして営業を急いだんだ。けどよ、その時だった。景気待ちだべ。その時空から開口線。え、おもろ。え、なにそれ。めちゃくちゃおもろい。え、ちょっとケンピが吸ってるみ。ちょっとケンピの場所的にケンピが吸ってるみたい。すみません。あ、はい。バーガーを連れ去ったんだべ。なるほど。はい。宇宙で静止したハンバーガーはいきなり分解され始めたんだ。うん、分解されたんだ。やば。一部がそのまま連れ去られ、うん、残りは俺の手元に戻ってきたんだべ。一部？肉だけとか野菜だけとかね。野菜だけ持ってかれたんじゃない。ベジタリアンなんだよ。え、そういうこと。そんなんどういうこと。そういうことじゃないか。わかるか。どういうことですか。おもろいな。うん、ビーフ 100% じゃなくて、うん、実は合いびき肉だったんだべ。はっ、なるほど。宇宙人は牛を吸って解剖するから、多分ミンチが分解されてさ吸収されたんだな。あ、その時点で豚が混じってるって分かったと。すごい、どうでもいいとこに気づくね、タダクレ君。なるほどな。豚が7割、ああね、牛が3割のな。あー、じゃあ3割しか持ってかれなかったんだ肉。へえ。俺は騙されねえぞ。すぐに店に戻って店主を問い詰めた。え、なんて言ったの。宇宙人がパティの3割だけ持っていったので7割はポークですねって言ったの。いや、やばいクレーマー。やばいクレーマーじゃん。ねえ、いや、宇宙人が3割だけ吸っていったんだべ。やば。そしたら確かに認めてたべ。ビーフ 100% じゃなく合いびき肉だってな。あ、でもすごいじゃん。お、でも本当に 100% じゃなかった。これが
キャトルミューテーションだ。途中から何の話だが。オカルト否定派なのか肯定派なのかさっぱりだよ。だって本当にアホ臭いよね。そのアホ臭さが愛らしいな。こんだけ殺人起こってるとね。かわいい20歳成人男性。いやあ、あんたって本当に臭いよね。それでよし、いいのか。それで悪口だよそれ。なあ、嘘臭いがダメで臭いは OK。 悪口言われたことも気づいてないよ。歯がくりかわいい。当たるといいね。その占い。いや、まあ少なくとも俺は人殺しなんてしねえって。本当かな。あ、私も殺せないよ。っていうか殺すわけないじゃん。本当かな。でもこの二人がやったら一瞬で分かりそうだね。うん、顔に出そう。そうだな。うん。どう？いやでもここまでが演技かもしれんからな。歯がくれと朝日奈。ここまでが演技だったら私震えるよなあ。急になんか緻密な犯行計画書とか出てきたら泣いちゃうかも。バカで会ってくれっつって。どうしよう。私も、もちろん僕だって仲間を殺すなんて絶対にそんなことしないよ。そんな言葉を掛け合いながら僕らは互いに励まし合っていた。結束、それが多くの犠牲のせいに僕らがようやく手に入れたものだけど。だが。いやそれな、深川や戸上もこの場にいてくれればよかったんだが。そうだよな。でもあのカップルな。でもあいつらって嫌なやつだし、自分のことしか考えてないし。性格悪い同士で一緒になっても俺らとは無理だべ。どうなの、あいつら何してんのね。あれカップルだよ、あの深川と戸上は。ねえ、ずっと一緒に、なんだかんだ相性いいよね。ツッコミ役とボケ役みたいな。あいつら何してんだろう、いつも。それらの言葉が物語っていた。僕らの結束が抱えている弱さとおもろさ。まあね、しょうがないね。お、なんだって？オールオールアポロジーズ。うん。なるほど。食堂で朝食を済ませた後、僕らは早速探索に取り掛かることとなった。新しく生きるようになった場所、そこに何があるのか確かめるため。おい、どこ行こうかな。行ってみる。やっぱ一回事件を解決するたびにワンフロア増えるのか。今度こそ何か手がかりを。いや絶対に見つけてやる。おい、あと5階っていう文字もあるね。ほら、ここさ、まだあるんだ。嫌な予感しかしないわ。誤解があって多分まだ解放されてないんでしょ、どうせ。ということはまだ続くのかな。嫌だな。いやでもみんな絆が芽生えてるからもう平和だと思いますよ、学園は。うん、私は信じてるみんなのこと。めちゃくちゃ綺麗なホール。絆や。これはグランドピアノ。年季が入ってるし、もしかして結構な値打ちのものなのかもしれない。ああね。弾いてくれる人がいないじゃ意味がないな。ピアニストとかいないもんな、超高校級の。寂しくなったね。広すぎる。そういえば、まだあなたから感想を聞いていなかったわね。ないない。それは男子トイレの隠し部屋の件。はい、あ、すごかったね。それが隠し部屋見つけたんだけど、いざ調べ物をしようとした途端急に誰かに襲われて、なんかマスクかぶってる人間な。後ろからやられたんだ。それが背後からいきなりだったから顔までは見えなくて、しかも気づいた時には部屋にあった資料の山も綺麗になくなっていて。ごめん、重要な資料だったよね。多分苗木くんがつけられててやられたって感じだよな。これもしかしたら先般かもしれん、苗木くん。あそこに超重要な資料があったらね。大
丈夫かな。いいわ。あら平気よ。私はもう見てる。ああ内容覚えてます。私はそれにあなたが黒幕に襲われることはある程度予想してたし言っといてよ。だって私があの隠し部屋を発見した時、黒幕はある他の監視カメラで見ていたはず。あ、確かに、確かにね。でも私が男子トイレに入ってなかなか出てこなかったの。なるほどね。それでもあなたを行かせた理由は、あの部屋が黒幕にとってどんな意味を持つのか見極めたかったから。キリギリさん行けばよかったんじゃない。なんで苗木素直に言えよ。ねえ、お前がおとりだお前が人柱だって。まあいいです、キリギリさんにはいっぱい助けられたから。なんか考えがあってのことだったんだろうね。うん。黒幕は隠し部屋の存在を知っていたのかどうか。どうやら。でもあなたを襲ってまで奪い返したということは、あの部屋は黒幕にとって想定外の手がかりだったよね。あ、まあそうだね。そうだね。急に殴ってきたから。で、相当重要なもの。あ、思い出したけど、この学園から出てはいけないって、紙があった。パンデミックじゃないの？外は。違う？ここシェルターでさ。違うから、外出ちゃいけないって張り紙があったんだよ。マジで。ねえ、コロナ。いや。それを予期して作られた、そういうゲームかもしれん。コロナを予期して。だとしたら、やばいよね。じゃ、キリギリさんは、僕が襲われることを承知で。別にいいじゃん。そのぐらい平気でしょ。男子なんだから。はがくれでいいじゃん。ダメ？ね、そういう。苗木今、頭脳派キャラで言ってんだから。そんなことある。そんな男子を、なんだと思って。本当だよ。本当だよ。ねえ、男だから女だからってな、もうほんとに。なんだ9年ぐらい前のゲーム。やば、コロナだったらやばくない、ほんとに。じゃあいいけど、だったらついでに聞いておきたいんだけど、あの隠し部屋にあったメモのこと、そう知ってる？ここから出てはいけないってメモ、あれを書いたのって。ちょっとその話は今ここでしない方がいい。確かにね、確かに監視カメラあるもんな。いや、むず。私も調べている最中よ。もう少し詳しいことが分かったらその時に話す。だからあのちーちゃんの忘れがたみ、カタカナ語が出てこない、あのなんだ、いいわね、あの、あ、カタカナのなんか エスカルゴみたいなのエスカルゴみ、なんだアルターエゴ、それだアルターエゴと、あの隠し部屋の話はしちゃいけないわけだ、外で。オッケー任せて、口滑らせないようにな。いいわねって聞く割には有無を言わせないような態度だな。じゃあ次はあなたの番。あなたの秘密を聞きましょうか。え、秘密なんもない私が気づかないとでも思った？あなたは何か隠してる。え、そうなんでしょ。そうなの。そう、手ぶらですで、あ、手ぶらとティーバッグ3つぐらいずつ所持してますけど、いや、そんな危険なものなんて、そんな買ったわけじゃないんですよ。勝手に手に入っちゃって、あの恋で手に入れたわけじゃ、冤罪だ、冤罪。そっちかそっちね。何、見ちゃったんですよ実は。すみません、取り乱して。そっちならあの全然話していいんじゃない。うん、監視カメラが気になるならこっそり紙に書いてくれてもいいのよ。いや、紙も危ないじゃん、監視されてんなら。それは、仲間なんだから信じて話すべき。あなたが私に言った言葉だったわね。おー、切り返しうま。なるほどね。確証を得ない仲間の疑惑をむやみに話すのはもっとまずいよ。言わない。つまりさくらちゃんが内通者かもしれないことを共有するかしないかでしょ。話していいんじゃない。うん。ない、これが
朝比奈だったら話さなかったかもしれないけど言っていい、言うべきだよ、キリギリさんなら。いや、まだ確証を得たわけじゃないし、話したら逆に混乱を招いてしまうかもしれない。え、待って、言わないの？え、言わない？え、何？どっち？仲間に秘密は良くないけど、だけど確証を得ない仲間の疑惑をむやみに話すのはもっとまずいよな。え、だ、言うって。え、言わないの？言えって。言う。まだ確証を得たわけじゃないし、話したら待って、言わない。言え、なんなんなんだよ、なん、言う、言えよ。なあ、もう3度目の人、もう1回だけ言おう。じゃ迷うなよ、これ。何これ、なんかうちの母の買い物みたい。ねえ、なっちゃん、この青いワンピースと赤のワンピースどっちがいいと思う？いや、青じゃないっすか。え、でも青はちょっとたくさん色持ってるし、やっぱこのフリルが可愛いからやっぱ赤だよね、みたいな。お前ながら決まってんだろ。聞く。言わない。なんだお前、もう決まってんじゃないか。うん、本当に。可愛いやつだな、ナイユくん。迷うふりな、これ。迷うふり。うん、ケンビも言ってそう。ケンビは人と買い物に行くことなんてない。全部通販、引きこもり。ごめん、今はまだ言えないんだ。それがあなたの答えな。いや、ケンビは言えって言いましたよ。ま、ナイユが言わないっていうか、ああ、そうな、でもしょうがないな、これな。うん、でも卑怯だと思わないの？人の話は聞くくせに自分の話は言わないの。だから卑怯者呼ばわりされたじゃん、ナイギくん。言いなよ。言った方がいいよ。ね、好感度下がっちゃうじゃん。ほら、ほんとや。いいわ、もういいわ。ナイギさよなら。え、振られた。突き放したような別れの言葉を残し、キリギリさんは僕の前から去っていった。え、殺しちゃったよな。え、いなくなっちゃった。だから言ったのに。なんで、どんな、私は言えって言ったよ、さくらちゃんのことね。え、知らないよ、なえぎくん。もうそうやって信頼を失っていくんだ、お前は。うん、うん、ガチャ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 。どうしよう、追いかけるべき。え、ほんと、ちょ、なんかあげよう、後で。いたらなんかあげるよ、私、キリギリさんに。鍵が刺さっ、鍵があると。はい、情報処理室か。まあ情報処理室、なんかめちゃくちゃ情報がありそう。てか奥にモノクマのマークあるね、この部屋。やばそうじゃんね、重要そうじゃん。モノクマもいます。キレギリさんどこ行っちゃった？おーっと、あ、なんだ、ハガクレか。この階解放されたはいいけど鍵がかかっている部屋が多いべ。それだ、薬品の匂い。化学、化け学な。それにしても薬臭いな。人体の影響とか大丈夫なのか。え、うん、やっぱこの二人セット、あんなに貢いだのにね、葵ちゃん。ケンピにはついてきてくれん。やっぱさくらちゃんなんだ。さくらちゃんと親しげに話し込んでる。黒幕との件を大神さんに確認したいけど、朝比奈さんとの一緒の時に聞くわけにもいかないよな。まあ確かにな。苗木だ。何？私に用とか？なんでもないんだ。え、そうの？じゃあいいんだけど。うん、ここなんかできてるよね。あんなにいろいろあげたのに、本当に。ねえ、サイズぴったりのさ、ウォーターラバーっていう水着もさ、2着ぐらいあげたのに。うん、ちゃんと朝比奈ちゃんのぴったりのやつあげたのにな。やっぱさくらちゃんの方行っちゃうんだ。ほらな、なんで？ダメだ、どうしよう。どうしてない？悪い、何か言うか。でも話せないな。ならばいいんだが。ずっと二人なんだもんな、話せないね。でも、どうだ？あ、ナギ、聞いて聞いて。一旦深呼吸して落ち着いてからよく聞いてね。かわいい。なに、葵ちゃん。どうしたの？ん？聞いてあげよう。話聞こうか。どうした？お姉
室や倉庫にもなかったサプリメントが勢ぞろいなの。ビタミン、ミネラル、アミノ酸、クレアチン、なんとあのプロトルメン X まで。聞けば聞くほどヤバそうな名前のサプリメント何それ、大丈夫ぞ。おい、海外製の超高あ、超高級な、高級じゃなくて超高級プロテイン、なるほど。倉庫の安物とは違う、知らぬ存ぜぬではまかり通らぬ。そうなんだ。超高級プロテインって何かと思った。高級ね、なるほどね。宝の山、嬉しいんだ。そうだね、プロテイン好きだもん。幸あれだから、そっか、薬品の山の中、白い粉に向かって拝んでいる二人ってこと。絵面やばいな。ねえ、粉見て喜んでんだ。まあ、朝日奈ちゃんが笑顔ならいい。やります。任せて。うん、そしたら買うんだ。ここは職員室か。めっちゃ花咲いてる。だけど、頼るべき教師の姿はもちろん見当たらない。花めっちゃ咲いてるの？何これ？怖っ。でもなんか落ち、あ？写真だ。なんだ？やばい、超高級の美少女になって。やだーみたい。これだって。やばい、この高級の美少女アイドル検品。え、せいさん、山田くん、それに前園さん、うわ懐かしい。ちょっとごめん、でも前園ちゃんは私の永遠の女神なので。久々に笑ってるとこ見た初めて惚れた女。マジか、死んだ3人の笑顔、鉄板のない教室な、本当な、それな。でも前回と同じだね、これね。これマジで本当。死んだ人たちのスリーショットがなんでか知らんけど出てくる。ん？あれ？ 6 人だけじゃん。死んでんの？江ノ島ちゃんは映ってないね。あれ？なんで？はぶられてたのかな？あれ？なんかもうちょいいない。あ、石丸ちゃんだ。石丸ちゃんだ。石丸くんもいねえや。石丸も、はぶらい。え、なんであの二人は出てこないの？今後出てくんのかな？ちょっと、ざわざわしちゃった、心が。なんだろう。あの二人、もう今後出てくんのかしら。まるで、普通の高校生のような絵は。普通の高校生活を送る、普通の高校生。この絶望のような状況から生まれてきた笑顔とは、とても思えない。ほんとね、それな。やっぱりこの写真は希望が峰学園に来る前に撮られたもの、な気がするよね。だとすると写真に写っているみんなはこの学園に来る前から知り合いだったってこと？まあだろうね。だってなんだっけ、ひふみんがさ、セレスちゃんの本名を知ってたってことは、やっぱ過去に会ったことがあるんだろうねと思うけど。あの前園さんも、いやそんなはずない、こんなのこの熊の捏造だ。捏造疑惑。いやこれ本物どう。いやそう、気をなんか体に細工されてるっぽいんだよね、私たち。やっぱ記憶喪失なのかな、よくわかんないけど。捏造だって。唐突に姿を現したこの熊が僕の手から写真を奪い取っていた。捏造だの言い分なのってどこの中国製だよ。月面着陸が捏造とか被害妄想バリバリでしょその写真は本物なのか。あのね、ノベル賞直賞なるものが設立されれば僕は間違いなく受賞するほどの正直者で、まあ確かに嘘はつかない、隠し事は多いけどね。嘘なんか嘘つきです、こいつは。本物か偽物かを聞いてるんだ。苗木くん、君は物事をしっかり割り切ろうとするんだね。あのね、ダメ、全然ダメだよ。割り切れないことを割り切ろうとしても割り切れない思いをするだけだよ。なるほど、本当だよ、写真は本物、それ以上でもそれ以下でもない。本当かなさっき騙されたから。ええー。
本当かな。あ、そう。一旦な。一旦、一旦、まあ、信じようじゃあ。これな。そんな言葉だけを残し、もどくまは去っていった。あの写真が本物だって。本当にそうなのか。もしそうだとしたら、だとしたら何なんだ。机の上に花がある。なんだか異様な雰囲気だ。机の上に花だよ。ね。それこそ学校で机の上に花ってなんか弔いの意味としか思えない。ね。そういうのあるじゃん。でも全部だぜ。本当に。午前午後。なんて書いてある？なんかいろいろ書いてあるね。読めないな。保留か。まあ普通に多分使われてた職員室か。ドアの表札には学園長室って書いてある。あ、なんかありそう。行きたい。また開かない。なんだ、もったいぶってる。行かせてくれよ。絶対なんか。まあ全部見たと。まずは食堂に戻ってみんなに報告だな。これでみんな揃ったか。早速調査の報告をするとしよう。まあ3人しかいなくね。3プラスない。キリギリさんは？あ、いたいつの間に。キリギリさん、怒ってます。あのいやでも、後で黒いクロワッサンとか、いろいろあげる。じゃあティーバッグとか。どうですか。あナイギ、ギリギリちゃん怒ってない。いやそれなあれって怒ってるよね。そうだよね、怒ってるんだよ。なんか嬉しそうじゃん。嬉しそうな。なんで嬉しそう。人の不幸を見て笑う女葵ちゃん。まあ、だがそれでも愛してるね。葵ちゃん結構ね、いい性格をしてるシーンがあるんやけど、だが好きだ。面白い。どういうこと？ナイギが怒らせたんでしょ。そうなんでしょ。だってそうに決まってるもん。めっちゃ絡んでくる。ふう、参ったな。いやでも怒らせちゃったな。どうしようかな。4階の教室や廊下にも鉄板が打ち付けられてあった。まあそうだったね。つまり相変わらずってこと。なんで僕とは話してくれなかったのに。どうしてキリギリ。キリギリ？キリギリさん？ナイギだけがお店じゃん。うん。4階に鍵のかかった部屋があったべ。情報処理室と学園長室だべ。まあそうだな。学園長室って絶対に手がかりがありそうじゃん。鍵さえ開ければ中を調べられるんだけど。それなぁ、ほんとに。鍵なぁ。学園長室のドアをぶち破るぐらい、霊長類人か、最強であるオーガなら余裕だべ。だよ。全部言っちゃうからね、監視カメラの前で我々。聞いちゃったよ、言ってたね。モノクマのむき出しの傷は暗算型でヒップラインがちょいらしいべ。難聴。ティーバッグ履く？ティーバッグ後であげるよ。モノクマよければ履いてください。はい。いいわけないべ。じゃあなんて言ってたの。まさか学園長室のドアを破るなんて言ってないよね。まったくもう。学園長室のドアをぶち破るなんてどんだけスクールウォーズですか。先生はお前らのこと信じてたのに。そんなお前らに裏切られるなんて。めっちゃ喋る。ねえ、モノクマティーバッグねあげたい。履いてほしいし、かぶってほしい。ちょうど半分だし。似合いそうだ。クマを怒らすと後悔するよ。クマの爪は雑菌だらけなんだから。いやだ地味にやだ。怖いや、うん、ほら怒ってない。おこバッチリ怒ってるね。テンション下がるな。ルール令を縛るな不運でしたが、お前らがそういうつもりなら仕方がありません。あら、ここに来て校則の追加をしましょう。ほう。鍵のかかっているドアを壊すのは禁止。これ重要だよな。いや私脱出ゲームとか普段作ってるクリエイターなんで、いらっしゃるんですよね時々。制限時間3分とかになると
残り。どうにかしてドライバーで解体できないかとか、なんかいろいろ考え出す人が。これな、それな、いやマジそれな、成功法で来いって話だよな。ドア開けんならな。それもマジでそれ。本当に本当にそれ。パワープレイとか、時々いらっしゃるんですよ本当。まあだから多分だんだん開いてくってことだな、鍵がかかってんのは。そうね、重要な話がだんだん出てくるんじゃないかな。ね、ああビビった、殺されるかと思った。いや本当に黒幕出てくると怖いよな。だがわざわざ拘束を追加するということは、やはり学園長室には重要な手がかりがある。まあそうね、間違いないね。そうね、そうあんま見もしない。そうね、今のとこそんなに絶妙に終えてるから、てかすごいストーリーがおもろいからね、入ってくんだよね。だから結構これすごいことだよな、こんだけ結構複雑な事件とかあって全部がつながってるから。覚えの悪い私でも全然覚えてる。うん、4階の科学室には大きな棚があって、その棚にずらっとかすりが並んでる。あー白い粉な。そうね、サプリやる栄養剤がオールキャストで勢揃いだったよ。一度目に行った方がいいっておすすめだから。白い粉があるんだよな、お気に入りのな、うん、そうね、そこに食いつくのってオーガと朝日なちだけだべ。だけどいいことばかりじゃないんだ、サプリとか栄養剤だけじゃなくて、ね、あ毒薬なんかもあった。あ、もう殺人促進させようとしてね。黒幕側は、まあ、そうです、塩酸とかなんか、まあ、でも普通にあるだろうね、化学室なら。毒薬の瓶には一目でそれと分かるラベルがある。あーね、あら特に知識がなくてもドクロマークが書いてあるのを盛ればいけるんだ。人波乱ありそう。そう、毒か、気をつけた方がいいことは確かでしょうね。ねえ、毒か。それとその毒殺の件、毒殺よね。毒薬の件、ルカーと戸上には黙っておいた方がいいよね。確かに、まあ、一応、ま、怖い怖いもんな、それは怖い、ね、念のためだよ、わかるでしょ。完全に二分してるね学園ね、カップルとそうでないやつら。カップル怖いもんな。その、ま、ジェノサイダーには教えても大丈夫な気がするけど、ハサミにこだわりがあるしな。トカミはちょっと教えたくないのはわかる。でもまあきっと戸上くんのことだからすぐに見つけてしまうでしょうけど、まあね、毒薬なんて武装なものが堂々と置いてあるなんて絶対に黒幕の必要技だよ、うん、そうね、まあ報告以上。リアルな話、まあでも全然そうね、手がかりもなかったね。この学科いいかったらよ、実家の全焼以来。燃えたの、あっなんだろうね、回を追うごとに学齢のことが好きになっていく感じね。1億円の水晶玉を買わされたり、実家が燃えたりね。本当それ、そんな不幸体質どうなってな。原因は親父の寝たかぶこだべ。最悪やもん、最悪最悪。そうじゃなくて僕からも報告があるんだ。いや苗木くん、ちょっとそれはさ突っ込んであげるっていうか、もうちょっと話聞いてあげてもいいんじゃない。今すごいことさらっと言ったよね。え、いいの、あのさ、みんな覚えてるでしょ。え、ダメ男が好きなタイプが終わってる。いやいや、そういう意味じゃない、ただなんか、ま、守ってあげたくなるなって、そういう話。この前僕が3階で見つけた写真、あのことだよ。大和田、藤崎、桑田の3人が一緒に写っていたという写真のことだな。え、その写真はどうかしたの。また見つけたんだ、それと似たような写真を。え、さっきの写真を共有すると、これな、うん、今度はセレスさんと山田くんと前園さんが一緒に写っている写真だった。まあ過去の写真なのかな、これ。
手放がなかった。いやー、大和田と藤崎と福和田が一緒に写った写真だけではなく、セレスと山田と前園が一緒に写った写真まで見つかったということか。でもなんでそんなものが。陰謀だべ。おのくまの捏造に決まってべ。うん、やだな。葉隠れと同じ結論にたどり着いてしまった。モノクマ捏造説。やだやだ。けどもしその写真が本物だとしたら、その写真に写ってたみんなには何か隠されたつながりがあるってことになるよね。まあそう、なんかのヒントかな。僕らの知らない隠されたつながりがさ、過去の写真なんじゃないのかな。でもモノクマは本物だって言ってたよ。それ嘘だって決めつけるのは簡単だけど。じゃああなたは死んだ彼らのことよりモノクマのことを信じるの。当たり強くないですか。当たり、え、あの、え、あの、クロワッサンあげるんで、あの、許してもらえません。あなたが言ってるのってそういうことでしょ。なんかおごって、あの、え、じゃあ、あの、え、指輪とかそういう驚きね。あれだけ仲間とか信頼とか言っていた割に当の本人は仲間のことなんて信じていないんだもの。え、当たりきつくないっすか。ちょっと当たり、え、すごい当たり。え、何を見つげばいいもん。ちょっと、え、なんだよギリギリさん、こんな勝手的なこと言って、いくらなんでも怒りすぎちゃう。本当だよね。そんな怒らせること言った、これ。なんでこんなに。え、なんで。金銭的なもので解決しようとするのが間違い。え、それで怒ってんのかな。え、私がおるってこと。まあまあ。え、そんな。喧嘩してると運気が逃げんぞ。そもそも内議長も心配しすぎだって。その写真もドクマの捏造に決まってんべ。そうだな。我らをコンプランスしようとしているんだろ。モノクマの言うことなど耳を貸さない方がいい。そりゃそうなんだけど。どうした。うちはもめか。なんだ。あ、美白や。お前らの仲良しごっこもそろそろ限界のようだな。トガミくん。それにしても揃えも揃って沈んだ顔だ。ただでさえ醜い顔さらに澄ませどうする。きついね。こっちもきつい。こっちまるで恋ダムに沈んだカエルのような顔。そんな顔を視界に入れられる俺の身になってみろ。そうだな。すまかったね。お前はいいやつだな。うん、ケンピならブチギレてる。あよお前。いいやつってか、バカなんだろうな。っていうか言っといてよ、二人は関係ないんですよ。そう、そりゃそうだ。あ、そりゃ関係ない。俺とお前たちは永遠に無関係なんだ。だからお前らがここで醜い顔を忘れようとしようと俺には全く関係ないし、逆に俺が例のものから重要な手がかりを得てもお前らには少しも関係ない。あれ最後か。今さらっとすごい重要なこと言わなかった。え、ねえ戸上くん、あなた今までどこにいたの。まあいいだろう。いいだろう、教えてやろう。お前らの怠惰な脳に強制労働させるとしよう。え、アルターエゴ使ってた、ね、今まで風呂に入ってたんだ。あとは何を知りたい。今日の運勢か。あ、風呂に行ってたということは例のロッカー17番からアルターエゴを取り出して使っていたかもしれないと。私たちもお風呂に行った方が良さそうね。ああ、そうだな。うん、混浴だべ。じゃあお供します。はい、混浴だね。うん、そうだね。戸上くんがアルターエゴから何か重要な情報を手に入れたんだとしたら、それって一体どんな情報なんだ。過去の女トーコ、唯一ケンピのアプローチで落ちなかった女。アルターエゴの情報を聞きに来たの。何よ。もう聞いたわよ。と白夜様と一緒にね。白夜様と一緒にね。付け入る隙がないっていう。強調しなくても分かったわよ。じゃああんたはそこで何してんの。うるさいわ、邪魔しないでよ。だってな、邪魔なのはおめえだべ。俺らはアルタエゴに用があるんだ。ダメよ、白夜様との約束だもの。約束、うん、ここで、ま、待てをしてるの。白夜様にそう言われてるから。犬みたいな扱い受けてるね。犬みたい、犬みたいな扱い。
あれ待てができるから、うちの犬よりは賢い。うん。うん。白夜様の願いなら、どんな願いでも叶えてあげたいの。ただのド M だべ。でも、どいてほしいなら、どいてあげても。お、どうしたん？あ、そっか、くしゃみするとね。で、今どういう流れ？どいてほしい。いいわよ、私の足元にひざまずいてお願いしたらね。二属性持ってんのずるいよな、正反対の。まあとりあえずアルタイ語見てみる。あー、そうか、パソコンの前にいるので調べることができる。ひざまずくしかないんじゃない。あのさ、福原さん、お願いだからパソコン使わせてくれないかな。あの、なんでもするんで、あの、ちょっとですか。私の言ったこと聞いてなかったの？ひざまずきなさいって言ったのよ。どうなってろ。今ダメ、正座と敬語のコンボ殺法ダメ。なんだよ、他人事だと思って。半ばやけくそ気味に福川さんの前で正座になると彼女を見上げるようにしていった。お願いします、パソコン使わせてください。なんで苗木ばっかりね。え、なんか最近謎の人物に後ろから殴られたりさ、ねえ、正座したり、ひどいもんだよね、扱い。なんで、ウルトラミラクル快感だっす。ヤカ様に虐げられてる鬱憤が晴れていくだっす。ねえ、多いでしょ、さっさとアルタヘゴの対話を始めましょう。はい。ナイギの扱いひどくない？おう、あんなに推理してんのに。ハガクレがやれよ。なんでよ。来てくれたんだね。さっきトナミ君には教えたんだけど、おー、ノートパソコンに元からあった学園のファイルがやっと開けるようになったんだよ。渡しちゃってごめんね。じゃあ前回何者かによって持ち去られちゃった資料がワンチャンデータとして残ってるかもしれない。そうってことかな。そうだった、ね、そうか、ようやくこの時が来たの。以上。うまくやればもう脱出できるんじゃない。緊張、それは僕も同じだった。家にキーボードに添えている手だって触れていて。あなたはどういてて。え、すごい嫌われた。すいません。じゃあ始めましょうか。え、なんでこんなに嫌われて。なんかしましたっけ。僕、判明した事実を話してくれる？じゃあ解析したファイルから抽出した情報を僕なりにまとめて話していくね。調べてみたところ、この学園ではある計画が進行中だったみたいなんだ。希望が峰学園に高校生たちを隔離し、共同生活を送らせる。うん、そんな計画がね。合宿みたいなもんじゃないのかな。しかもその共同生活もただの共同生活じゃなくて、隔離される高校生たちは場合によっては学園内で一生を過ごさなければならないって。おお、ま、今やってるこれじゃないか。なるほどね。同じだ、我らの置かれた状況と。とんでもない計画だよね。しかもね、そんな計画を立てたのは他でもない希望が峰学園の事務局だったらしいんだよ。やっぱ政府絡みっぽいよね。こんなことできるんだから、やっぱそうじゃないの。じゃあ私たちが閉じ込められてるのって、あ、孫うことなき希望が峰学園の運営時によって閉じ込められてるよね、多分。そういうことだね。怖っ。怖っ。そんな、希望が峰学園自体が仕組んだこと、だってそういうことだと思うよ。ああ、そうかな。何のために？まだアルタヘゴの話は終わってないわ。ねえ、これそうだよね。いや、これ本当にそうなんだよ。だって希望が峰学園自体は政府によって管理されてるって言ってたから、これが本当なら政府の陰謀そのものなんだよね。だからやっぱそうなんだね。国家プロジェクト、やばいことしてるの。でね。そんな計画が立てられた原因は1年前に起きたある事件にあるらしいんだ。その事件はこんな風に書いてあったよ。
人類史上最大最悪の絶望的事件。ほう、何なの？人類史上最大最悪の絶望的事件。なんだべ、なんだべその大きさの名前の事件は。かなり悲惨な事件だったみたいで、まあそりゃそうですよね、そんな風に言うってことは。だってその事件のせいで、なんだか希望が峰高屋は教育機関としての機能を失って閉鎖に追い込まれたらしいんだ。なんだろうねその事件って。でもこれまでの卒業生でなんかタイムマシン作ろうとしたやついたみたいな話聞いたじゃん。なんでもやらかしそうだよねこの学園。それぞれの天才的な分野の人を集めてるからさ、なんでもやらかしそうだし、なんでも起こりそうだな。嘘なのかな。いやでもあいつ嘘なのか本当なのかもわかんないから、そういうこと可能なレベルの人多分いたと思うんだよね。だから在校生がなんかやらかしたんじゃないと勝手に思っている。つまり今から1年前、人類史上最大最悪の絶望的事件と呼ばれる事件が起き、私の予想はまあ、わかんないけど、まあ、でも少なくともちいちゃんみたいな天才が来てるわけじゃん。まあ、ちいちゃんがもし悪に落ちたらさ、それこそなんかサイバーテロみたいなできちゃうわけじゃん。在校生がなんかしたんじゃないのって思っちゃうけどなんか何でもできそうじゃん、これまでの卒業生とかと闇落ち卒業生がなんかしたりしたんじゃないかな。まあでもとりあえずそういう事件が1年前にあったんだ、うん、そしてそんな学園を舞台として持ち上がった計画が強いの。そこに高校生たちを隔離し一生の共同生活を送らせるという計画だから、事件が起こってからこの今やられている計画が持ち上がった。うん、なるほどね。どうして希望が峰学園の事務局は私たちを閉じ込めるような計画を立てたのかな。おい、それにその事件とは一体どんな事件なのだ。帰ってきた答えは、ごめんごめん、それ以上のことはわからないんだ。これ以上の情報はもうここにもないみたいで。あーねー、じゃあもう進めていくしかなさそうだね。多分あの学園長室とかにあるんじゃない、残りの情報は。じゃあこれで終わりか、こんな中途半端なところで。そうみたいね、残念だけど。お、どうしたちいちゃん。もう一つ大事なことが分かった、とても大事なこと、黒幕のこと。ほう、でも事務局なんじゃないの？違う？多分さくらちゃんが内通者なんじゃない？もう聞いてみよう。黒幕の正体が分かったの？うん、黒幕の正体までは分からなかった。でも手がかりなら見つけたよ。僕たちを隔離する計画を立てた希望が峰学園事務局、その事務局の責任者、それが希望が峰学園長だったんだ。じゃあやっぱり学園長室だね。こいつが仕組んでると。なるほどね。ちなみにその学園長は30代後半の男性、今もこの学園内にいる可能性が高い。え？ってことは、え、あの学園長室にずっといるってこと？引きこもりじゃんね。だってまだ会ってねえからさ、30代後半の男に。ってことは単純に考えて、まだ鍵がかかっているフロアにいるんでしょ。それが本当ならさ、もう10日間以上は閉じこもってることになる。学園長。よし、いや間違いない、そいつが黒幕なんだ。モノクマも学園長って名乗ってた。そうね、だから30代後半のおっちゃんがクマに、まあ、成り代わっていろいろゲームマスターしてるわけだな、これ。もしとなるとますますあの学園長室が怪しい。それのリアルな話、ドアをぶち破ったら殺されちまうんだろ。だったらどうしようもねえべ。確かに鍵が開くまで待つしかない。私が探す。ん？学園長は私が必ず
探してみせる。顔色が、あんなに感情を出さなかったキリギリさんが珍しい。必ず。なんかやけに今日感情的だね。あのさ、どうしたんだ。ねえ、おかしいね。私が見つけないといけない。そんな気がするの。どうしちゃったんだ。学園長って言葉にやけに反応していたみたいだけど。じゃあ、他にも何か情報はないかアルタイゴに聞いてみましょう。まあそうね、言ったな。過去なんかあったくさいね。あとギリギリちゃんに関しては超高校級の何かもわかんないから謎大きいビジョン。他に何か分かったことはわからない。なるほどね。それ以上調べるにはこのノートパソコンの古い情報だけじゃどうしようも。もうね、残ってないんだね。じゃあ正真正銘これで終わりってわけか。ね、待って、まだアルタイゴが何か言おうとしてる。ん、どうしたん。ちょっと話がそれちゃうんだけど、僕からも聞きたいことがあるんだ。セレスさんと山田くんと石丸くんの姿が昨日から全然見えないんだけど。散歩中だよ。散歩、なんか日光がよく当たる場所を見つけた。日向ぼっこしてるよずっと。うん。うん。で、あと石丸くんは、鍛えてるよ。ずっと鍛えてる。そんだけ。3人とも死んだわ。ドストレート。そっか、その可能性は予測してたけど、そうだったんだね。仕方ないな、これは。ごめんね。僕なんか落ち込んだり、余計なことを考えても、しょうがないよね。とにかく。これで全て終わりね。全て終わり、その言葉の意味は、次にキリギリさんがキーボードに打ち込んだ言葉が物語っていた。あなたの役目は全て終わったわ。ご苦労様。怖いこと言うね。全てはもうその悲しいこと言わんといてよ。ちーちゃんの分身みたいなもんだよ。ねえ、ちーちゃんの分身みたいなもん。その役目が終わったなんて言わないでよ。役目は終わり。そうだよね。ちょっと休もうかな。かわいそう。わかんないけどさ、私 AI って感情がありそうだよね。人じゃないにしても。かわいそう。アルタエゴ。僕もちょっと疲れちゃったから、じゃあね、みんな。かわいそう。ねえ、あなたの役目は終わったわって。俺さ、裏返すと、もうお前のやることはない、お前の力は必要ないって言ってるようなもんじゃんね。アルタエゴの役目は終わりか。ええ、そんなこと言わ、もう頻繁にやりとりする必要もないでしょ。そんな、じゃあケンピが毎日話しかけに来るよ。でもそんなこと言うなよ。ねえ、だって毎日ケンピが、今日調子はどうですか。ゲイドよ、今日の天気いいですよね。あ、ご飯美味しいですよね、みたいな。かわいそうってただのプログラム。いやそれは、でもな、今まで私たちのために頑張ってくれたんだよ、うん、俺らのために頑張るのは当たり前だべ。だってそれがプログラムってなんだ。お前ドラえもんにも同じこと言える。言えねえよな、あれ。ドラえ言えんの。お前はロボットでしかないから、こんなお使いを受けても仕方がないよね。ドラえもん、ドラえもんと同じようなもんだよ。感情を持ってんだ、感情。私たちと同じ、ね、ここがあんだよね、あの成長していく AI ってのは。ね、白状すぎん。白状すぎる。朝日たちはパソコンをシャットダウンするたび、毎日お疲れ様でしたって言うか。もうね、いやでもただのパソコンじゃなくない？ドラえもんだよ、それこそ。でもあれ、ないこと接してるとなんとかそこまで割り切れないっていうか。もう本当にそれな。おいおい、プログラムだべ。プログラムと仲間を混同してどうすんだって。でもさ、僕らとプログラムの違いってどこにあるのかな。え、難しいこと言うね。なんていうか、人間とプログラムを分ける基準ってなんだろうと思って。確かにアルタイゴは人間じゃなくてパソコン上のプログラムに過ぎないんだろうけど、でも
仲間ってところは一緒なんじゃないかなって。そうだ、一緒だよ、だって仲間だもん、うん、なるほど、お前らの気持ちはよく分かったべじゃあ仲間でいいんじゃね、仲間ってのは多いほどいいしな。どうだってな、よく聞け、人生は仲間は人生における宝、仲間の存在だけが人生の苦難を軽くしてくれるんだ。それはなんか言い出した、ハガクル。それは置いといて。どっかから引用した俺の名言。いや、そう、ね、そうだろう。どちらにしても、これ以上アルタイゴにできることはない。だから彼の役目はここで終わり。それは間違っていないはずよ。いやー、なんかさ、キリギリさんは何なんだろう、本当に。すごい冷静かと思いきや、超感情的になったりして。今回、急に、ね、また白状になった。ね、それにあなたが仲間なんて言葉を気軽に使うのはどうかと思うわよ、ナイギ君。すいませんここさっきガチャで引いたあの攻略本あげるんで、ちょっとどうにかできませんか。どうしたら仲良くなれんの。アルタイゴの報告ないように落とさないか。いや、どうすればいいのこれ。希望が峰学園事務局ってのは何を企んでるんだ。なんで俺らにの殺し合いなんかさせるんだ。1年前の事件が全ての元凶と言っていた。それは人類史上最大最悪の絶望的事件。なんだろうねこれ。でもさ、1年前にそんな大きな事件なんて起きたっけ。うん、思い当たる事件なんて、ミナドだ。私ニュースとか見ないから。まあ最近そうだよね、そうだよね。検品も Amazon プライム、DMMTV、D アニメストアとかな。まあそうだよな、ニュースね。とにかく、その事件のせいで希望が峰学園が閉鎖したということは、少なくともこの学園に関係した事件のはず。まあそれはそうだね。ひょっとして希望が峰学園の全校生徒が皆殺しにされたとか。されたそれほどの大惨事なら新聞やニュースは大騒ぎ、我らの誰もが知らぬとは考えられない。まあそうなんだよね、大惨事にしてはみんなが知らないのは不自然だから。集団記憶喪失、ひょっとしてじゃあ隠蔽されちゃったんだよ。それ一個あるね。希望が峰学園の閉鎖自体を知らなかったの、その隠蔽のせいだったんだ。なるほどね。それあるな。なんか国家プロジェクトっぽいし。なんだ気になるな。なんなんだべ。つうか国家公務員の皆さんは何してんだべ。国民の血税をもらってんだから頑張れっての。そうなんだよ。希望が峰学園マジ。あの国家で作られたものだからな。とにかく、何しても現時点で私たちにできることは一つ、それが希望が峰学園長を見つけ出す。確かにね、そう、希望が峰学園の学園長を見つけて全てを聞き出せばいい。まあそうだね、彼さえいればそんな日が。にしても怖い顔するね。ねえ、なんか個人的恨みでも抱いてんのかな。どちらにしてもすぐに結論の出る話ではなさそうだな。そうだね。じゃあじゃあとりあえずここから出ましょうか。もう用事も終わったことだし。あ、そうか、今混浴中っていう設定だったね。クマがウハウハしちゃうよ。もうみんなで今混浴中なんだ。さてと、じゃあ私は、あれハウスダストてか言い直せなかった。いけないわ。待てをしていないと、私が待てをしていないときっと白夜様が悲しむから。深入りしないでおきましょう。このね、このカップルな。え、ほんとにトウコちゃんとトガミの絡み、そっと物陰から見ていた。どんな感じの絡みしてんだろうな普段。だけど脱衣所から出た僕らを待ち受けていたのは、あ、僕クマさん、ドキドキ。そうだよな。婚約最高でした。あ、最高でしたよ。はい。怒りで胸がドキドキしてんのさ。
え、なんで、なんで学園長室の件を引き捨てんのか。ブブー、あの件は関係ありません。それにお前らだけでミイラらの混浴を楽しんだことにも嫉妬するとこってはいません。あ、違うの。混浴のこと想像してドキドキしたのかと。このクマちょっと変態ド変態だからむっつりだな。な、クマさん。ワク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 、怒りで頭がワクワクしてんのさ。どうしたの。ここになっておしゃれなパワースポットを紹介するから脳内メモにインプットしとけよ。僕やられたらやり返す子なんだな。目には目を、歯には歯を、ハンドルビホイル。何があったんだ。気をつけろ今回の呪文を唱えてたっけ目には目、歯には歯をと言ったのだろう。ああ、そっちかよかったよかった。でもどういう意味だろう。なんかモノクマやられたのかな。切れてたね。なんだ。でも怒るだけ怒って何もしてないってことはさ、だってモノクマに逆らったら普通さ処刑でしょね。でもそれやってないんだろうな。ってことはモノクマがなんかされたけど、まあ悪口言われたんかな。悪口ならね処刑はないからクマを殴っちゃいけないんだ確か。ってことはクマはなんか悪口を言われたのか、もしくはなんかいたずらされて犯人がわからないとか、そういう感じなのかな。おやすみなさい。え、アルタイゴが開いたから。でもアルタイゴの存在はバレてないはずなのね。うん、バレてたらやばいけどバレてないはずだからお風呂でやってたんだしね。ね、うん、あ、なんか違うことで怒ってたんじゃないかな。ルールを提案したセレスさんがいなくなってしまう。夜時間に出歩くの禁止か。うん、確かに夜間の出歩きを控えるのって続けない。その方が安心だし。もうね、なるほど、うん、そうね。オッケー、そうしましょう。じゃあここで解散よ。まあ、すでに何人が守ってんのか分かんないルールだけどね、深夜の出歩き禁止。モノクマが最後に残した言葉に妙な不安を抱いたまま。部屋で一人になった僕の頭の中ではアルタイゴから聞いた情報がぐるぐると回り続けていた。すべてを計画した希望が峰学園事務局、その原因を作ったのは1年前の人類史上最大最悪の絶望的事件。そうだな。うん、次は誰がやられるのか。いやもう そんなわけない。平和だよ。だって私たちは仲間だからさ。さっきもだって一致団結したんだよ。もう平和村よ。平和学園よ。うん、頭を悩ませる謎だらけ。でも少しずつ解決させていかないと。長い道のりだけどやるしかない。まあそうだな。うん、まあ、ひとまず学園長を見つけ出したい。学園長室に行きたいって方針か。そこにいろんな秘密が隠されてそうか。あ、そう、葉隠れもそう、 30% の確率で殺人はもう起きないって言ってた。まあ、でも超高校級ですからね彼。占い師ですからね。30 僕がクマになる前の話をしましょう。ほう。最初は迷ってたんだ。自分は何になるべきか迷ってた。サポートセンターのお兄さんはエビをしてたんだよ。物エビになるところだったんだ。なるほど。我が社が長め温めてきた最上級のアイデアですって。これは破格のオファーなんですよ。だってでもね、よくよく話を聞いてみたら車エビじゃなくて桜エビだった。あ、すっごいちっちゃいんだすっごいちっちゃかったんだ。なるほどね、桜エビね。小さいよ。世界最小のマスコットだよ。食べるのはともかくエビになるなんて嫌だよ。しかも桜エビなんて踏まれて終わりそしたらサポートセンターのお姉さんは鼻で笑いながら言うんだ。とてもじゃないですがお客様のご予算では車エビは無理です。だってなので最終的にクマを選びました。モノクマ誕生秘話でした。何の話エビ、クマよりエビのが高いよ。着ぐるみの話かな。今日は平和かな。平和かな。平和だといいな。4人か。キリキリさんいないね。
おとがみ。まず最初に彼女の姿が目にした。なんでお前はいるんだ。いつもおとがみくんと一緒じゃんね。あら単独行動。いや、私を見てると目が腐るって。テレビに見なけりゃいいじゃない。とうこちゃん幸せになってほしい。なぎちゃん、おめえが朝食会に参加してることに驚いてるんだって。ああ実際深川が朝食会に参加するのは久しぶりのはず。上な、ね、どういう心境の変化。うん、ヤギヤ様はぼっちゃり体型が好みだって。だから食べるの、強制的に胃に流し込むの。倒れるまで食べるわよ。ああ振られたんだな。邪魔だから。邪魔だから。どこちゃん負けないよ。やめてよ。それはそうと、キビキビさんがいないみたいだけど。そうだな、後で来るって言ってたべ。あ、後でだべ。なんかみんな単独行動が乱れ始めたの。そこまで露骨に嫌われたのか。もうああいうタイプは強引さに弱いとは言ったけど、そういう強引さとは違うんだからね。私が好きなのはあなたなんだけどね、葵ちゃん。脈がないや。違う女を勧められてしまってる。不潔、いや不潔だ、不潔大臣だよ。不潔とまで言われてしまった。誤解だって。内容は恋の階段とかすっ飛ばしちゃうタイプなんだね。そうなんでしょ。だから違うって。何なのよ。ちょっとぜひいい加減にしなさい。もうこれ前回まで言い寄ってた女 VS 前回まで言い寄ってた女朝日奈。もうみんなみんなぐちゃぐちゃ。朝っぱらからいやらしい話ばっかりしてる。いやらしい。あ、私がいやらしいからいやらしいって言ったのに。え、あ、私はいやらしくなんかないよ。否定しててダメよ。あんたいやらしい女なの。私は、わかるのよ。やらしい話好きだね。多感な時期なのかな。あ、やめてよ。何を想像してるんでしょう。あんたは、そのわがままボディで、よな禁断のクラブ活動に精を出してるんでしょ。下ネタとか、本気で、無理なんだって。無理とか言いながら、好きなんでしょ。ねえ、そんな感じがする。深夜の課外授業で、危険な学級深いを重ねてるんでしょ。お願い。やめてって。やめてと言いつつ、あんたの足場の手は太いチョークを握るのよ。通信通信にあんたの吐息を黒びかする黒眼を消せません。そして、ああ、何これすごいわ。卑猥な波動が次々に浮かんでくる。純愛小説家じゃなくて、そういう方向に進んだらどうですか。ねえ、瞳子さん。筆が進みそう。貴様の顔は右半分と左半分どちらを吹き飛ばしても平気なんだ。あ、ごめんなさい。まあまあ欲求不満でおかしくなっちまった深わっちの言葉は置いといてだな。ダメ。とにかく内吉とキリギリチはちゃんと仲直りするた方がいいべ。の小説か。いやでも凄まじい妄想力だったよな。純愛は向いてないんじゃない。ちょっと全部妄想で書くのきつそうだったしさ、ろくな恋愛したことないって言ってたし、やっぱやらしいの好きならそういうの書いてりゃいい。妄想の爆発な。でボキャブラリーも相まっていい感じじゃないか。すべてのきっかけはキリギリさんに例の件を話せなかったことなんだ。だからまず大神さんに例の件を確認しないことには。ああ、内通者かどうかってな。ねえ。の、あとで、ちょっと、時間ないかな。話がしたいんだけど。ちょっと、だよね。思わせぶりじゃないか。あ、ナイキがさくらちゃんを口説こうとしてる。キラキラちゃんに振られたからって。メスなら誰でもいいんだね。ネギ発情期ってね、仕方がない。高校生ですもんね。妄想止め、どうしよう。もし妄想を止められる人間がいません。内容は野獣になったんだ。野獣大臣なんだよ。終わりだ。ツッコミ役がいねえや。ツッコミ役。内容、話は明日にしてもらえぬか。今日は部屋で休ませてほしい、うん、ここ数日どうも体の具合が優れるので。ああそう。そうなんだ。それならあのさくらちゃんの部屋まで、あ、か、か、
看病しに行きますけど、大したことではない。少々体の節々を痛めただけ。あと戦いのせいじゃない、うん、このあの時のバトルのせいだよな。うん、ねえ、でもザクロちゃんが休むなんてよっぽどじゃない。本当に大丈夫？ああ、プロテインを飲んで寝ていればすぐに治るはずだ。プロテイン信者な。うん、うん、あれプロテインな、いいって言うよね。プロテインはマーピアに効くもんね。おいおいプロテイン大好き。ちなみにあの熱が出た時はモスバーガーを食べると治ります。これマジ。ケンピはいつも風邪をひいたらモスバーガーを食べてる。これな、みんなが知らないことだから特別に教えちゃう。モスを食べよう、みんな。うん、ナギ、何の話か知らないけど明日にしてあげて。さくらちゃんは体が痛いんだから。もう風邪ひいたらモス食べなよ。うん、すまない。モスがいい。だってうちの母ちゃんは私が風邪ひいたらモスバーガー買ってきてくれてた。マジでモス食べて1日っていうか1回寝ると熱下がってんだよ。本当にモスバーガー聞きます。はい、うん、緊張するわ。あ、マックじゃダメ。いや、マックはダメですね。何よ、マックはダメです。マックなんてそんなモスバーガーです。時代は本当にマックは真っ赤でベーコンチーズレタスバーガーうまいけど、やっぱ熱には効かないね。さすがモスじゃないと。うん、人前で食事するの慣れてないから。子供の頃から、うん、ずっと一人で食事してきたから。かわいそう。いるわよ、父と母と。母で暮らしてる。母が二人。んほお、あ、トコちゃん大変なんだな。え、それって、え、父母母あなたで4人暮らししてんの？地獄じゃん地獄、え、地獄じゃん。別居とかじゃなくて、あ、そっち、え、地獄だ。マジか、ちょっと闇が深いね。いや、これはね、いや、深く聞くべきじゃない、これは、いやらしいお口でよく言うわね。やめてって。とにかく僕は先に食べちゃうね。僕が食べないとキリギリさんも来られないんだもんね。悲しい。キリギリさんに完全に避けられてるから。あれでしょ、苗木がいるなら私その部屋行かないってやつでしょもう悲しい。バイキン扱い、悲しいな。僕は書き込むように朝食を平らげると一足先に自室へと戻った。よろしく。すまない、先ほども言ってた話は明日にしてもらえるの。やばい、押しかけてきちゃった。今日は部屋で休ませてほしい。かわいそう、さくらちゃん。プロテイン飲むって感じなの。全然取り合ってくれない。全然取り合ってない。なぎち、俺に何の用だい。あ、まさか俺を殺そうと。教えて、見逃してくれえ、こんなハガクリ君と一緒に過ごしたくないのでやめます。ごめん、そういうことね。女と過ごしたい。や、奪いに行こうトウコちゃん落ちきってないから、ちょっと奪います。ちょ、戸上がいるけど。ナイキが私をいやらしい目で見てる。いやらしい目で見てます。なんなのよ。見てます。落としに来ました、よろしく。まだ星がついてない、落としきってないんだ。せっかく一人の時間を楽しんでるのに。仕方ないわね、少しなら一緒に行ってもいいわよ。脈なしではないと思うんだよな。そう、ツンデレだしな。一人じゃない放置プレイじゃないか、わかんない。あの距離だったけど戸上な。何したの、顔が真っ赤じゃん。どんな時間を一緒に過ごしたんだろう気になりますね。これ文豪の万年筆、これ絶対喜ぶと思わない？これで私は戸上から彼女を奪い返す。戸上の目の前で渡しちゃうもんね。行くよ、お願いします。何なのよ。私 あんたを許せないから。これこんなに優しくして絶対に許せないから。オッケー喜んで
喜んでます。これはもう 120% 喜んでる。いいじゃない？ん？終わり？まだ時間ある。え？どこかに行って。え？あげて終わり？あげて終わった。え？なんかイベントとか、これまであったのにね。全然落ちないじゃん、彼女。でも6面まで。えー？脈なしかな、もう。これまでの女はさ、3つ4つ物をあげればコロッといったよ。ね、3つ4つあげればコロッといったんだよ。なんで？仲直り。あ、こんにちは。ギリギリさん、いい天気ですね。あっち行ったよ。どうしよう。え、残ってないよ。朝日奈ちゃんもう落としたし、トウコちゃんはもうわかんないし、ギリギリさんは顔回してくれないし、大神ちゃんはなんか、取り合ってくれないの。取り合ってくれないから。うん。ほら、話は明日にしてくれ。やろうしか残ってないのかい。ちょっと、はがくれ、ちょっと行ってみようかな。どうせならね。ねえ。ご覧通り疲れ切った俺に何か言うか。じゃあ過ごすか。頼むべ。元気のね、俺を優しく励ましてくれ。ああ、優しく励ましてあげよう、じゃあ。よしよし。よしよし。ああ、少し仲良くなった。なるほどね。あげる。もらえるものは全てもらう。それか、隠れ、安弘の流儀だ。なんだべ。だからこれはいらない。いらない。しまった、がっかりさせちゃった。怒られちゃった。なあ、なぎち、あれ、思うんだけど、俺とナギチがこうして出会ったのは単なる偶然じゃねえんじゃねえ。え、なんかまんざらじゃなさそうじゃない。ねえ、がっかりさせちゃったとか言いながら、まんざらでもなさそうじゃない。なんか、ねえ、出会えば偶然じゃねえ、必然だみたいな。え、くどいてます？うん。何？ということで、ナギチには朗報。俺の声で超格安に占ってやんべ。あ、ほんとですか？何すか？どうだってな。2時間10万のところを。9万に、ああ、嫌われてます、これ。これ、嫌われてますね。嫌われて、いやー、なるほど、なるほど。嫌われたな、これは。手ぶらで。占いって高いよね。あ、で、私が、その、渋谷で行ったところも、マジ、2時間5000円だった。で、新生活ね、始めるとしたら、どこに住むべきですか？都内のマンションに住みたいんです。あ、都内の一軒家建てたいんですけど。で、20分5000円の行ったことは、都内で一軒家建てるならどこがいい？って聞いたら、駅地下でペットが飼えるマンションがいいって言われたわけ。そもそも一軒家の話じゃなくなってる。いや、そもそも一軒家じゃない。駅地下のマンション。そんでペットか。まあ、それはね、不動産屋でも言える。なんでおかしいだろ。それはそう、ねえ。マジ、それ、一回だけやったことあんの？ほんと、占い。マジでみんな気をつけてね。特に、なんかよくわかんないけど、占い館みたいな場所行って、プラチナ占い師、ゴールド占い師、ブロンズ占い師のうちの、結構プラチナやったの。一回やってみようと思って。プラチナでもやっぱね、そういうことよ。気をつけてください、ほんとに。うん。駅地下のマンションがいい。それはそう。お前も2時間10万でしょ。いやだなぁ。ほんと気をつけてほしいよ。そんなに当たる？いや、こいつ本物かな。でも本物の占い師っているらしいよ、ほんとに。なんか、マジで見えるみたい。な当たるべ。どんなことでも 20% の確率でぴったり的中。さっきまで 30% って言ってなかった。さっきあれ下がってる。こらこら、微妙そうな顔すんな。ちゃんと聞いてなかった。まあ、つまりでも、お前の言うことの逆張りをすれば8割の確率で当たるんだね。了解了解。なるほどね。なるほどね。どんなことでも 20% の確率でぴったり当たるんです。まあ、確かにな。まあ、どんなことでもな。やっぱ逆張りする方がいいのかよ。なるほど。かんねえのか。それの凄さ。え、いるらしいって。あ、あのね、なんか聞いたことあんだよ。過去の同級生で、なんかそういう霊感がある子がいたんだよ。
またどっかで話すね。それが本当か嘘か分かんないけど、どうだってな、あのめちゃくちゃ興味深い話は聞いたことある。本当に当てちゃう人、なんか住所を聞いただけで間取りまで当てちゃういやマジであるらしいの。顔を見ただけで今日購入したペットを当てちゃう。いや あるらしいぜ。面白いよね。ケンピも占いで一回、まあ、金をドブに捨てるような経験したからやろうとは思わんけど、面白いなと。本当にあるらしい。探偵不動産屋さん任意の占い師不動産屋さん説。確かに。お、じゃあ赤倉くんの占い聞こうか。とりあえずいつの間に。どうだ、驚きの未来の目と。お、何、おめえの子供と俺の子供は母親が一緒らしい。え、やだ、嫌すぎる。最悪の未来何それ。じゃあ将来的にもお前と関わっていかないといけないってこと。どんなに逃げてもね、同じ母親。いや、嫌すぎる。嫌とかそういう問題じゃねえって。これは占いだからな。まあ、でも 20% だからな。大丈夫。え、朝日奈かなって。やめてください。生々しいな。学園生活で父親と母親にならないでほしい。まあでも確かにずっとこのまま閉じ込められてたんだったら、でこの占いが当たるとしたら、ここにいる誰かが母親に。生々しい。生々、やだ、やだ、外れてくれ、本当に。本当、外れてください。ちなみに今のはお試しコースだから特別価格は適用されねえぞ。10万円の振り込みを頼む。怖すぎ、怖すぎ。いや、ちょ待ってよ。っていうか当たらないよね、うん、なんだったら占ってやろうか。今の占いが当たるかどうか。ただの詐欺師、ただの詐欺師。いや、ただの詐欺の手口。考えておいてくれよ。占ってほしくなったらすぐ言えよ。いや、やばいやつじゃん。手ぶらなんてあげるんじゃなかった。話すんじゃなかった。気になるからもう一回分の料金。いや、苗木信じてんじゃん。ちょっと やんなくて、いや、やんなくていいよ。苗木くん信じんなよ。ねえ、ちょっとダメだ、お金なんか払っちゃダメだ。危ない、こうやって罠にはまっていくのか。とはいえお願いだから絶対に当たらないでほしい。さっきの占いだけは。お、夜。校内放送、地球体育館までお集まりください。夜時間じゃない。地球え、なに、なに、え、怖い、やだ、急に BGM 変わるやん。やだ、やだな、やだな、行くか。え、本当に言ってんの。